キャプ、ん？何か大事なこと忘れちゃいませんか？大事なこと。ええ。本日ポイント5倍デート。違います。何？高木真紀選手がガールズグランプリ2021を制しました。ってことですよ。知ってた。言わないですか？別に黙ってたわけじゃ。おめでとうございます。それにしてもあれっすね、競輪むずいわ。どうした今さら。そりゃしゃあない、みんなが当たったら配当つかなくなっちゃう。そりゃそうだ。あ、なんだいきなり。分かっちゃった。ひたすら一番人気買い続けるってどうすか。知ってる、一番人気が来る確率って半分もないらしいぞ。マジっすか。一日通して一回も一番人気が来なかったなんてこともそこそこあるとか。心折れるわ。やめたやめた。実は俺も一つ分かっちゃったことがあって、聞きたい。何ですか。ズバリ、競輪とはチーム戦だ。ラインの強さで比較する。ラインの、そう、明らかにこのラインは力が上とか結束力が強そうとか、そういうことですね。専門誌のコメントなんかも要チェックだ、シンプルすぎ。これでわかるんですか。大丈夫、ちゃんと並びも書いてある。なるほど。まあ、それで当たるかっつったら話は別だけど。見方は変わりますよね。だろ。なんか珍しくそれっぽい情報ぶっこんできましたね。珍しくってなんだ珍しくって。いや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 、いつもだよいつも。Ha ha ha ha!